はーい、こんばんは。どうも、キャロライナリーバーです。はい、ということでね、今日はね、本当は回す予定じゃなかったんですけど、これからグリーンカレーを作っていきます。こないだ買ったチキンとバンブー、タケノコとナスを使いまして、これから作って食べていきよまろしくす。頼む。それじゃあまずはね、こないだ買ってきたチキンを食べやすいように骨からちょっと剥がすように開いておきます。ちょっとキモいね、なんか。で、こうやって開いた後は軽く茹でておきます。オープナーをね、家にあるかと思ったらなかったから、ちょっと包丁で開けてみます。彼は特殊な訓練を受けてたみたいですよ。はい、これはね、良い子は真似しないでねってやつですね。サクセス。これは日本と変わらんね。これ買ってきたやつ。はい、このね、ペースト状のやつを油で炒めながら香りを出していきますね。煮込んだチキンを全部入れちゃいます。ナスをここで投入して、ちょっと油が吸うぐらいまで炒めまして、その後にタケノコを入れていきます。本当はここでピーマン入れたいとこなんだけど、海外ってピーマンマジないから。そう、マジでね、カナダもそうだったけど、オーストラリアもピーマンないんだよね。それもあったとしても700円ぐらいするんだよね。蒙古タンメン3つも買えるんだよ、大体。で、そんなこんなで全体がちょっとしんなり味が馴染んできたら OK。 そしたらさっき残してた茹でたスープねをちょっと投入しちゃいます。うまみが入ってるんでね。で、そこにちょっと鶏の粉を少々と、そして要になるこのココナッツミルクを入れていく。先ほどまでまるで綺麗とは言えなかった容姿、さまざまな環境で育ったまるで違う食材たちをココナッツミルクが入ったことにより、グリーンカレーに大変身。先ほどまでは想像もつかなかったような綺麗な美酒、そこにコクや風味を足すためのナンプラーを投入。新鮮かつ新鮮な唐辛子をぶっ込んでいきます。そして包丁を使わないことによるワイルド感を演出。普段でしたらライスを使うところですが、本日はうどん煮玉を対応させていただきました。ここで直接投入することにより、男飯らしさが増します。完成したその姿は思ってた以上には美味しそうには見えません。はい、すいません、ふざけすぎました。 Please subscribe for my channel. そんじゃあ皆様、やっとできました。グリーンカレーうどん。初めてが俺、グリーンカレーをうどんで食べるの。よし、いただきます。取れちゃってる。これうまそう。めちゃくちゃうまげ。プルンプルン。バカうまいんだけど。毎度あり。チキンが。なんかちゃんとグリーンカレーの辛さとクリーミーな味がうどんとめっちゃ合う。めちゃくちゃうまい。ナス。これグリーンカレーもうどんも好きな人だったら絶対やった方がいいよ。めっちゃうまい。マジ想像してるよりうまい。
これ超でかい肉ついてる、最高。なんか音消えたんだけど、ほわ。じゃあこれをこれからリゾットにしていきます。水分が少ない。うまそう。このチーズは今日はこれを2枚。めっちゃいい匂い。知ってる？めっちゃいい匂い。じゃあ五穀米なんですけど、これを突っ込み。大人前や。これはもう旨味全部吸収してる。いただきます。誰がこのような素敵な美女に生まれ変わると思ったでしょうか。先ほどまで出ていた全ての旨味を吸い込んだライスにまとわりつかせたこのグリーンカレー、これぞ劇的ビフォーアフター。今持って食っていい？感謝します。いただきます。これ絶対うまいだろ。これ売れるよマジで。マジでうまい。めちゃくちゃ濃厚でうまいわ。アホ。マジでみんなこれ作ってくれ、頼む。よろしく頼む。登録してるやつはみんな作ってくれ。いいね、グリーンカレー。あー最高だったんだけど、マジで。お茶した。いや、ちょっとマジで、みんなもグリーンカレー、がっちゅうまいから、ちょっと家で今度作ってみてください。うどんでちょっとグリーンカレー食べても美味しいと思います。ぜひ皆さんも時間があったら、グリーンカレーお家で作ってみてください。それじゃあ、バイバイ。おやすみ。